薬師如来のご主人です。皆さん今御朱印がですねすごいこう広がってる感じがしますね。ネットニュースまたはテレビのニュースでも出たかもしれませんが、あの法隆寺さんがクラウドファンディングですよ。その返礼で特別な御朱印がもらえるらしいっていうのが SNS でバーッと広がったらしいですけど、なんか1日で目標額を達成しまったということでですね、まあ、法隆寺さんほどの大きなお寺さんになると国宝として守られているものもあればなってないものがあるじゃないですか。そういうものに対するねやっぱり修繕とか経費とかがすごいかかっちゃうらしいんで、お寺だけの財政だけではなんとか厳しいということでクラウドファンディングで御朱印なるほどなと思いました。うちはあのちっちゃなお寺なんで、そこまで、至りませんけれども、でも今の時代にあったしかも新しいこう布教または肝心の仕方だなというふうに感じた次第です。そして次元寺の御朱印です。特別な御朱印を新しく作りまして2種類作りました。今回はそのうちの1つ薬師如来の御朱印です。さてこれが薬師如来の御朱印です。この薬師如来は雨薬師というお名前の薬師如来なので、ここに雨が降っている、ちょうど、ね、梅雨の頃に、雨薬師という大きな縁日7月の8日にあるんですけども、その頃は雨が降るというので雨薬師、そしてちょうどこの季節はですね紫陽花が綺麗だなということで、そして目向かい目というんですけど、目右目左目それをあしらいました。そしてこちら側には宝杯というね、秩父ということで、これまあ私のも秩父の次元寺ですから秩父で、ここには雨薬師という瑠璃色、薬師瑠璃光如来ですから瑠璃色の、印を押しています。真ん中には、梅という薬師様の主字を押してドーン、薬師瑠璃光如来、これが薬師如来の特別な御朱印です。これを限定で1000枚、7月の1日からお分けします。今事前のですね受付も行っておりますので、特別サイトからですねご覧いただいてお申し込みください。いろんな特典もついてます。その辺のことはサイトを見ていただければよくわかると思いますので、ぜひサイトをご確認ください。これが薬師如来の特別な御朱印でした。ウルトラ J チャンネル、今日はこういうお話をさせていただきました。ぜひチャンネル登録をお願いします。チャチャ肝心細胞殺4時半に腹満たし、超健康音タイプ同一サイクやシャリシーチキフリーク空腹意識式即税空腹即税式重層凝式薬部尿税